珊瑚礁形成と巨匠マイナス補症干渉の意向を示すアニメーション沈降説とは珊瑚礁の形成と発達を島の沈降によって説明する説である。沈黙の進行に伴い巨匠、保症、干渉と変化する。珊瑚礁とは増症珊瑚と呼ばれる動物の作る石灰質の骨格が積み重なって生じる海岸の地形である。 大陸や島の海岸沿いに発達することが多いが、珊瑚礁だけでできた島も存在する。蔵礁珊瑚には次のような性質がある。珊瑚礁の形は、通常、海岸沿いに形成される巨礁、中央島の海岸からラグーンの先に並走する保礁、中央に島がなく、珊瑚礁の実が環状になる環礁の3つに分類される。この中で、 干渉は土台になる島が存在しないので、どのように作られるかがわかりにくい。干渉が存在する対応では、海底の深度が5000メートル程度あることも珍しくない。これら3つの珊瑚礁の型を、一つの発展のそれぞれの段階であるとみなして、統一的に説明したのが人工説であり、進化論で有名なチャールズ・ダーウィンが1842年に発表したものである。 彼によると、これらのサンゴ礁は、まず島の周りに発達を始め、その中央島が沈降していくことで、次第にその姿を変えるとする。サンゴ礁はまず巨礁として形成が開始される。島があると、その海岸に増殖サンゴが定着し、発達が始まる。海岸周辺にサンゴ礁が発達すれば、巨礁が成立する。その後に島がゆっくりと沈降していくとすれば、 サンゴ礁は次第に上方に成長する。基盤となる島の地盤が沈降しても、礁の上面は常に海水面の位置にあり続ける。そうすれば、島が沈降するにつれ、島本体の海岸線は縮小し、周囲のサンゴ礁はそのままの位置、形を保つので、次第にサンゴ礁は島本体の海岸線を離れ、ある程度の距離を置いて島を取り巻くことになる。 つまり保障になるわけである。さらに島が沈降し、ついに海面から没してしまえば、海面には元の島の海岸線をかたどったサンゴ礁の管が残る。つまり干渉ができる。サンゴ礁の形成の過程に関する仮説としては、アメリカの地質学者、デイリーが1910年に発表した氷河制約説があるが、この両者は必ずしも対立するものではない。 ダーウィンの沈降説が正しければ、干渉のサンゴ層は、サンゴの生育可能推進である30メートルを超えて堆積しているはずで、さらにその下には、基盤となっている島の岩石層が出てくるはずである。それを確認するために、サンゴ省において、ボーリング調査が行われた。これによって、ダーウィンの説が正しかったことが確認され、しかも沈降が1000メートルを超える。 大規模なものであることが判明した。ダーウィンがこの説を発表した時代には、この説が産後礁の構造をうまく説明できることは認められた。しかし、この説が正しいとすれば、海洋にある島の多くが沈み続けていることになるので、そのような現象が果たして起こるものかどうかという点に説得力がないとして反論も多かった。現在では、これらの現象は、 プレートテクトニクスの考えのもとで理解されている。すなわち太陽底の近くは海洋プレートに含まれ中央海嶺などでマントルから作られ水平に移動して海溝の部分で大陸プレートの下へ潜り込んでいくとされる。このような海洋プレート上に島ができるのは海底火山が海上に顔を出した場合である。火山が発生する場所は ホットスポットなど、ある決まった場所になっている。その地点上で火山が発生し、海上にまで成長することで島ができる。しかし海洋プレートは水平移動するので、火山は次第にホットスポットから離れ、次第に火山活動は収束する。海洋プレート上の島は次第に海口方向へと移動し、海中に沈んでいき、最後は海溝に没するのである。そこで、 これと沈降説を重ね合わせると、次のような経過が想像される。まず、火山島が海上に顔を出すと、そこが熱帯であると、その周辺にサンゴ礁が発達を始める。それによって巨礁ができる。火山島は次第に水平移動するにつれ、海底は深くなっていくので島が沈降する。それによって、サンゴ礁は上への成長を始め、 故障から干章へと進んでいくわけである。さらに、最終的には、三ゴ礁は海溝に落ち込んでしまう。これが石灰岩の巨大な岩海として地層に取り込まれる場合もある。太平洋の場合、太平洋プレートは西方向に移動して、日本海溝やマリアナ海溝に没する。ホットスポットはハワイ諸島などにあって、この辺りで島ができて、 西へ向かって移動しながら沈んでいくものと考えられる。従って、干渉は太平洋でもやや西よりの海域に分布する。また、日本の北大東島と南大東島は、いずれも海岸線付近は絶壁であり、島の中央部は大地となっている。これは、隆起した干渉であると考えられている。他の部分で沈口する現象とは一見矛盾するようであるが、 海溝へ飲まれていく直前に一時的に流起したものと考えられている。なお、大東諸島の産後礁は海洋プレート上に存在するためダーウィンの沈降説が適用可能であり、その点で他の琉球列島とは異なる。ありがとうございます。